はい、皆さんこんにちは。ミートラボ講師のコウスケです。はい、今回はですね、入試で問われた英単語形容詞編ということでやっていきたいと思います。もうそろそろ冬も本格的になってきまして、そろそろ入試のシーズンですね。ということで、もう入試を意識した勉強というのをやっていきましょう。はい、じゃあまずはセンター試験から出していきますね。これ2018年のセンター試験になります。 Jeff didn't accept the job offer because of the なんとか salary で、選択肢が4つありますよね。じゃあこのうちのどれが入るでしょうかっていう問題なんですけど、1つずつ選択肢見ていきましょう。この丸1、チープですね。チープっていうのはどういう意味かというと、物が安いっていう意味ですね。ここに例文あるんですけど、 His shoes looked cheap 感じで、ここにあるのは物ですよね。やっぱあくまで物が安いっていう意味ですね。はい、でじゃあちょっと1個飛ばして、このロー、丸3のローを見てみましょう。ローっていうのは金額とか賃金などが安い、ここですね。ここが大事で、例文 It is hard to make do on low salary って感じで、このサラリー、これが今でいう給料みたいな給料になりますよね。なのでさっきのチープと違うのは、安いって言ってるのが果たして物なのか、それとも金額とか賃金が安いって言ってるのか。この今で言うとサラリーっていうのが賃金の部分ですね。サラリーと、ここに「メイクドゥ」っていうフレーズがあるんですけど、これは生きていくとか何とかするっていう意味ですね。なので低い賃金で何とかするのは大変だというふうな意味になります。はい、じゃあ「インエクスペンシブ」見ていきましょう。これはですね、この「エクスペンシブ」っていうのを見てもらえば分かるんですけど、これが高いっていう意味なんですね。物の値段が高い。で、それが in で、これは打ち消されているので、意味は高くないっていうような意味になりますね。だからちょっと安いともちょっと違くて、ちょっと柔らかいようなニュアンスになります。例文見ていきましょう。 I found an expensive restaurant ということで、高くないレストランを見つけたよという意味になりますね。で、丸4の選択肢の weak はもう全然関係ないですね。安いとかじゃなくても弱い、もうそのままの意味なんで、全然ここは関係ないです。ということで、じゃあ今の解説を踏まえて回答を考えてみると、これは3番のロー、これが正解ということになります。はい、では次の問題、これもセンター試験2016年ですね。 Thanks to their なんとか comments after my presentation I felt very relieved。 はい、これも4つ選択肢があって1つ選ぶという形式ですね。はい、じゃあ選択肢見ていきましょう。フレンドリー、1番のフレンドリー、これは好意的なとか、日本語で言うフレンドリー、そんな感じですねっていう形容詞になります。今これとっても大事です、形容詞。例文見ていきましょう。 I try to be friendly to everybody、みんなに優しく、好意的であるように心がけていますという意味ですね。じゃあその234見ていきたいんですけど、これ実は234全部副詞ですね。副詞。つまり今ここに入るものを考えると、その後に comments っていう名詞が来てますよね。なのでここに入れるのは形容詞ということになります。ということで、もう意味見なくても1番っていうのがすぐ分かっちゃうんですけど、一応234の意味も見ていきましょう。2番の nicely っていうのはうまく、ナイスなので、これはもういい感じっていう感じですね。もうプラスはもう全部 nicely で表現できます。例えば You sang so nicely、例文ですね。 You sang so nicely。
まあ、とっても上手に歌えているよということですね。で、その下の properly、これは正しくですね。例えば This window won't close properly っていう感じで、まあ、正しく閉まんない、ちゃんと窓が閉まんないっていう意味になってますね。で、最後の4番 warmly、 これ温かくっていう品詞です、副詞ですね。 I warmly welcome you ということで、まあ、温かくあなたを歓迎します、まああなた大歓迎ですよっていうような例文ですね、これは。はい、ということで、まあ、1番が答えなんですけど、今ですね、この4つの選択肢が全て ry、リーで終わってますよね。で、大体リーってつくと副詞になるんですけど、注意が必要なリーで終わってるのに形容詞っていうちょっと変わったものをここで紹介していきますね。例えばラブリー、これも日本語のラブリーと一緒ですね。可愛らしいとかっていう意味ですね。で、その下のエルダリー、これは年配のよいしょ意味ですね。で、この下のアーリーっていうのは、まあ、これ副詞の意味もあるんですけど、これは形容詞の意味もあって早いとかアーリーモーニングとかっていう言い回しがありますよね。それはもう早朝っていう意味で、アーリー、早いっていう形容詞の意味もあります。で、その下のデイリーとかウィークリーとかマンスリーっていうのも同じですね。リーで終わってるけどやはり形容詞だと、まあ、デイリー毎日の、ウィークリー毎週の、マンスリー毎月のっていう感じですね。まあ、デイ、ウィーク、マンスがあるから大丈夫だと思います。はい、じゃあ次の問題いきましょう。これもセンター試験2012年ですね。はい、Mr. Brown looked over the cliff and found he was standing at the edge of a なんとかドロップ。まずですね、クリフ、ちょっとこれ難しい単語ですね。これ崖っていう意味です。はい、で、found he was standing at the edge、 まあ端っこのことですね。エッジ、端、of はなんとかドロップということで、じゃあ選択肢4つ見ていきましょう。まあ、まず丸一番のサーキュラーってのは円のっていう意味ですね。円形の、まああの円ですね。例文、 It became circular in shape、 まあ形が丸くなったって意味なんで、まあこうダンゴムシとかですね、ダンゴムシとかつついてあれくるって丸くなりますよね。まあ、そういう時にこういうふうなことを言ったりしますね。 It became circular in shape、 丸くなった、つまり丸ってことですね。サーキュラーっていうのは丸で、キュービックっていうのは立方体のとか三次元の、ちょっと難しいですね。まあ立方体、まずこっちの方の意味があったら立方体って3次元ですよね。なので、まあそれから派生して、まあ3次元のっていうような意味もあると感じですね。で、この例文のアキュビックメートルっていうのは、これ1立方センチメートルのことです。これですね、3次元のって意味もあるので、この3の部分を表しています。で、horizontal、 これが水平のっていう意味ですね。まあ、水平だからこっちですね、横方向、こっち向きのことですね。で、この horizontal line っていうのは横線、まあノートとかによく引かれてますよね。こういうふうなピッ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 みたいな、これのことを指しますね。で、じゃあ vertical、 これ何かっていうと垂直のって意味なので、さっきとは逆にこっちの方向ですねを表します。例文、 hold it vertically ということで、これは縦に持ちなさいって意味ですね。何かこういうふうな感じで、こうじゃなくてこうじゃなくてこうっていうことですね。この vertical、 こっち方向に持ちましょうっていう意味ですね。で、じゃあここの今問題を見て、じゃあここに入るのは1から4のどれかなって考えてみると、今これ崖の上に立ってるので、
崖って言ったらこんな感じで、で今ここに人が立っているので、向きとしてはこっち向きですよね。っていうことなので、ここで入るのは4番。これが正解ということになります。はい、で今回はセンター試験の問題を解説しましたが、次からですね、いろんな入試問題を持ってきて解説していきたいと思います。はい、それでは、ありがとうございました。